こは。だから俺芸能人の人で好きになった人ってほとんどいない。じゃあ外見。だから兄貴が、三つ上の兄貴が小泉今日子の写真集とか買ってるのを見かけて、はいはい、何買ってるのか意味わかんなかった。何だろうそれと。何を見て喜ぶのだと。そうそうそう。そういうことなんだよね。だからその見かけ。いやもちろんあるけどね、素敵だっていうのはあるけど、まあでもあれじゃない、皮切れとかいうのは全くない。まあそうですね、皮切れがいいなって思ったもん、うん、篠崎と、うん、あのペンギンブルペールパイルズっていう劇団の玉木さんっていう、はい、まあ、俺とよく一緒に旅行行く人がいるんだけど、はいはいはいね、男二人でイタリア行ったりねするような、ね、そうなんだけど、はい、もう言ってたわ。ああ外見の、まあ、どんなタイプが好きなんですかって先輩なら聞いたんだけど、うん、そりゃ綺麗で可愛い人やろって言われてと思って、うん、結構な割合でいるんだね、そういう男子がね。まあ、外見のことについて深くこう問い詰めていくとそういうことになってますね。それでさ、でもさ、性格がどきつくてもいいの、はい、ガッキーに関しては OK です。ガッキーだったら、はい、もうきつくてもいい、全然 OK です。でガッキーよりもうちょっと普通の見た目、はいはいはい、性格ドキツイ、うん、いいの、その場合は料理研究家であれば OK です。どういう意味？料理についてとても深く詳しく、ね、学んでる人だったら全然 OK です。なんで料理研究家？いや僕ね料理研究家見た目はガッキーですけど誰が好みですか？だから平野レミでいいってことね。あ、全然。じゃあ俺に付き合ってくださいって言われたら付き合いたい。あ、もう付き合っちゃいたい、ね、そんなに料理が外側がなんで。いや料理ができる人って別にすげえ食いたいとかそういうのないですけど、確かにうまいものはうまいと思うんですよ、うん、うめえなとか、うん、おこれめっちゃうめえぞみたいな、そういうのは感じます。で料理をねすごいやれる人っていうのはトータルでいろんなところが刺激を受けてそれを全部うまくまとめるわけじゃないですか、最終的に。で段取りもうまくして。じゃあ俺が知ってる料理うまい人は、はい、鈴木徳組のそれを紹介できる。はいはいはい、紹介できます。でも残念ながら僕は鈴木さんをアイスとなるから芸人になっちゃうんで。あ、そう。ね、絵の中に鈴木描いたんだな。それは3問目それどうでもいいんだけど。出しますか？いやいやいや出さなくてもいいんだけど。でもね鈴木さんに関しては生理的に無理なんでちょっと難しいかもしれないですね。これね、あ、まあいいんだけど、クイズは何でもいいんだけど、はい、鈴木ちょっと書いてみたい。これあこれ他になかったんだけど、これ中川で徳を書いてみたいな、はいはいはい、まあ、これはいいんだけど、鈴木は料理が本当に僕近所なんですよ、うん、家に住んでる徳上鈴木っていうのがいて、何が素晴らしいって盛り付けも綺麗でよく料理作ってくれる。まあね、うん、まあ言うてもシェフですからね、それでは。で食べ終わった時にはなぜか全部洗い終わってるんですよ。それそれなかなかできないでしょ。そうこれなかなかできないでしょ。それができる女子を求めてるんです私は。これはハイレベル、鈴木しか見たことない。いや、これケイさんはどうなんですか、鈴木さんは。俺は鈴木を抱くってことだ。だってそんなにやっぱ魅力にハマってるわけじゃないですか。考えてみ